平成28年台風第1号は2016年7月に発生した台風である。台風1号でありながら史上初めて猛烈な勢力にまで発達し、また統計史上2番目に遅い日時に発生した台風1号でもあり、台風としての記録を複数残した。6月末にカロリン諸島近海で次第に形成が始まった低圧部 99W が 7月2日9時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは、熱帯番号例2 W を付与した。熱帯低気圧は3日9時に、北緯8.9度、東経144.9度で台風となり、アジア名、ニパルタックと命名された。命名国はミクロネシアで、有名な選手の名前に由来する。台風は、当初はゆっくりとした速度であったが、 次第に速い速度で北西に進み始め、5日15時からの24時間で55ヘクトパスカルも中心気圧が下がるなど予想以上の急速な発達を見せ、6日15時には900ヘクトパスカル、最大風速55メートルの猛烈な台風となった。5日にはフィリピンの監視領域に入ったためフィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名、ブッチョイと命名した。 台風は、その後8日6時50分ごろに、台湾の台東圏、大野丸号に上陸、大雨と暴風雨をもたらした。その後台湾海峡を渡って9日12時ごろに、河南へ上陸したが、急速に勢力を弱めて、同日15時に、北伊24.8度、東経118.5度で、熱帯低気圧に変わった。エルニーニョ現象の収束により、 2015年12月に発生した台風27号が消滅してからおよそ半年の間は北西太平洋上に台風が全く存在せず、その空白期間の長さは199日間と史上最長大記録となった。この台風が発生するまで台風空白期間は半年以上も続いていたことになり、 あと少しで従来の最長記録を更新するタイミングであったが、この台風が発生したことで4776時間という史上一位タイ記録で途切れた。この台風は台風1号としては発生日時が1998年に次いで統計史上2番目に遅くようやく発生した台風と言える。さらに台風一号にして統計史上初めて猛烈な 勢力になった台風でもあり、台風1号としては統計史上最強の勢力となった。ありがとうございます。